やばい。みんなみんな向こうで始めちゃった。今日はな、今日の夜ご飯はな、お寿司なんですよ。やばくない？めっちゃ嬉しい。お寿司です。ということで食べたいと思います。みんなとな、トレードしたんですよ、お寿司のネタを。アミはさゆきちゃんにマグロとハマチをあげてサーモンもらいました。はい、じゃあ食べたいと思います。皆さんの夜ご飯は何ですか？やば、おいしい。わさび食べる食べれるんですか？食べれません。わさびは食べません。あ、昼公演ありがとうございました。皆さんありがとうございました。まずはサーモン食べます。名前が砂糖になってる。サミコはサーモンが一番好きなんで、サーモンとあとエビが好きです。サーモンとエビが好きだよ。お寿司食べて食べてね、お寿司。あとアミ最近ね、最近っていうかこのお寿司でカニカマが好きになりました。昼公演楽しかったよ、ありがとう。昼公演はね、昼公演はあれなんですよ、今日はフリーも頑張ったんですけど、ちょっとね、わがままでね、変えようと思ってたフリーのところ忘れててね、ちょっとあれ、なんていうん、どこだっけ、どこだっけ。あ、もうタイぶってる間にかな。え、どこやっけ。その辺だったと思います。その辺をちょっと夜は帰れるように頑張ります。タイもエビ一番好きで、おお、美味しいよな。でもエビはちっちゃい頃にね、エビめっちゃ好きだったんですよ。でエビが高いからエビ好きやと思ってて、エビを食べまくったからエビ苦手になってました、一時期。でサーモンも食べ過ぎて一時期ね、ちょっと苦手な時期があったんですけど、今はめっちゃ好きで、アミのお寿司屋さん行った時の机の上はね、全部サーモンとエビです。せたないはまた見たくないで、あ、お楽しみにしてください。それはどうか。ヘルクの時同じの人もアミタン推しの人やってたな。そうですね、推しやったですね。ありがとうございます。おしゃべりしました。あ、待って、忘れてた。なんかポケット詰めたなと思ってたら、さっきねジュースを出してきたんやったわ。飲みます。
一回ヤミタニに振られたエビとサーモンじゃそうね、今日はいつもより神手に髪の毛巻けたから、あ、間違えた、今日はいつもより上手にか、上手に髪の毛巻けたから会えるの嬉しい、ありがとう。今日はいつもより神手にさ髪の毛巻けたからどういうことやろうと思った、上手にか、なるほどね。じゃあ見ますね髪型エビを食べます。やばい、口がパンパン、やばいやばい、美味しいですよ。ヤミちゃんこんにちは、こんにちは、こんにちはですよ。サーモンだらけのデブ写真撮ってほしいよ。撮ったことあんで、サーモンだらけのテーブルにで、ね、お兄ちゃんもサーモンが好きなんですけど、なんでか分からんけど、あ、家族で行った時にね、マミとお兄ちゃんがさっき届いたんですよ。で、もう机がサーモンだらけになって、マミはそれと一緒にユーミさんを撮りましたユーミさんと一緒に、ユーミさんとサーモンだらけの机を一緒に撮りました。公演中ゴヨリン大混濁してるみたいを見てにやけてもうたってありがとう。夜公演も見てくださる方は見てください。好きなもの食べ過ぎる癖あるんだね。え、そうなんですよ、ほんまやばいよな。でもね、スパムチとかはね好きやけど、そんな食べ過ぎはしないんですよ。多分そうです、多分苦手になったのではなくて食べ過ぎて飽きただけかもやって、多分それ飽きてんだから。あのね、最近はサーモン頼むやろ、そしたらさ飽きるやん、美味しいけど。だからその時はポン酢かけます。ポン酢と醤油を交互、合わんことはないですよ、別に合うとかもないけど。美味しいよ。じゃあ合います。はい。アミちゃん誰に告白予定ってなって、アミはサユキちゃんに告白しました。はい。ユリコに楽しかった、ありがとう。そう、サユキちゃんかコウリンか悩んだんですけど、はい。あとなんか、そうそう、あれね、ちょっとあの、ね、言葉が足りてなかっただけなんですけど、聞いてください、言い訳っていうか。あの、さゆきちゃんはめっちゃ周りを見てるんですね。で、だからその周りを見てる、なんていう、なんかね、例え方がおかしかったですね、アミは。だからその周りを見てるから、周りを見てるさゆきちゃんが好きみたいな感じです。わかりますか、むずいな言葉って。この前ね、学校でね、意味と意図っていうのを習ったんですけど、まさにこれです。なんか、レイに騒がしてた。なんか例文でね、例えばメールで伝わらない言葉みたいなであって、君みたいに写真を撮るのが下手な人はどうやったら上手くなるんだろうねっていう文章なんですけど、それが意味と意図で、なんか普通にあの喋ってる時に、君みたいに写真が下手な人はどうやったらうまく撮れるんやろみたいな感じだったらさ、わかるやん。普通に君っていうのはうまくて、それで君がうまくて
下手な人はどうやって君みたいにうまくなるんやろうなってのがわかるやん。だけどメールになったらその声の音ってなんて言うん、これ高さが分からんから、君が下手くそって言われてる気持ちになるみたいなんで習いました、学校で。だからはい、気をつけようねっていうあれらしいです。だから今気をつけます。はい、めちゃくちゃ失礼な話なんで。でもこれ例文やで、ほんま例文に出てきたから、教科書の。そう、こんにちは。何それ例文が変、嫌めに聞こえて。え、ですよね、やっぱ例文が変なんか。そう、そういうことらしいです。ちょっとなんか雨もねよう分からへんかったですけど、教科書の例文がそれでした。やばいやばい。日本語難しいんで、ほんまむずいよな。日本語はめっちゃむずいです。だから使い分けをしようねって話やったらしいですよ。涙、車先にね、涙のこと拝んでかな、拝んできたよって。ありがとうありがとうまだ京都行った方は車崎神社行った網の玉垣を見つけてくださいね。流れ星めっちゃ楽しそうだった。楽しいで、楽しいですよ。この前くら寿司とちいかわのコラボで食べすぎて何やろ、欲しくなった、何やろ、飽きた。あ、何弁当、お寿司です、お寿司だよ。 P さんも好きなので喜んで楽しみなんで、そうですね。なんでそこは一人だけやって、そう、あんな、あ、さっきな、一緒にな配信しようって言ってたんやけど、あのみんな一回着替えてくるって言って、あの遅くなるかもって なったから、あとメイクの順番がわからんからやるかわからんって言われたから、さっきに始めちゃいました。はい、そういうことです。ちょっと待ってくださいね。始めました、始めまして、まだまだ寒いね、寒いなお茶の満開、それな、みそらちゃんとこの配信忙しかったですって。お、じゃあみおいしそうに食べようみたいな、お腹すいてきたって。お、食べてください、
なんかさ、地下やから知らんけどさ、こうやってやったらさ、なんか遅いよな。遅くないですか、ちょっと。美味しいわ。じゃあね、ちょっとそろそろね、終わります。用意しないとあかんので。用意した、用意じゃないわ、獣医院に入ってまいちゃん、うん、れいちゃん13位てっちゃん、ありがとうございます。12位サンキュー BM さん、ありがとうございます。11位アナちゃん、ありがとうございます。10位コニタン、ありがとうございます。9位マサヤカさん、ありがとうございます。8位ベイマルさん、ありがとうございます。7位ケズコアチカナリさん、ありがとうございます。あ、レイちゃん来ました。ラッホー食べた。ご飯何が食べてんの。まだ食べてない。眠たい。眠たい。ま、眠たす。雨はな、メイク中寝てたよ。うん、ゆうちゃんも寝てた。ちまごが来た。寿司ください、寿司ください。めっちゃ変わった。うん、変わった。変わった。変わる。今から、今から何か髪、もう一回始めからいきます。13位てっちゃん、ありがとうございます。私ですね。はい、12位サンギュー BM さん、ありがとうございます。11位アナちゃん、ありがとうございます。10位コリタン、ありがとうございます。9位マサヤカさん、ありがとうございます。8位ベリマユさん、ありがとうございます。7位継続は力ないさん、ありがとうございます。6位テイテイさん、ありがとうございます。5位カニさん、ありがとうございます。4位鉄メガネさん、ありがとうございます。3位日高浩二さん、ありがとうございます。2位大見さん、ありがとうございます。そして、じゃあね、1位はコスモライトさんでした。ありがとうございました皆さん。あ、ちょっとスクショ撮るわ。明日の朝またね、お会いかけしたいと思います。それではそろそろ終わりたいと思います。今からは夜公演で、夜はねほのちゃんの生誕なので、皆さん一緒に盛り上げましょうねということで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。せーの、コスモライトさん、ありがとうございました。じゃあまた、またね。また明日ね。劇場公演に来てくださる方はまた後でね。じゃあ終わります。バイバイ、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。失礼します。